この S の憂鬱もめちゃくちゃ雰囲気ある楽曲ですよね、はい、この曲流れるとちょっと僕個人的になんですけど、はいはい、あのブルーライのファーストで、はい、この次の曲が嘘つきは魔法の始まりっていう僕と畑野さんで、はいはい、あの歌う曲だったんですよ、はい、なのでこの曲始まるとスタンバらなきゃいけないっていうめちゃめちゃ個人的な入るんでこの今流れてるんでめっちゃ緊張してくるんですよねちょっとストレスになってるそうなんですよ気球の、ね、気球のセットに行かなきゃいけないっていう、はい、結構ガッツリしたスタンバイだ。あーすげえ手汗かいてきたこの S と憂鬱流れてくるトラウマじゃないですか憂鬱っすね。ドキドキそう憂鬱いや憂鬱じゃないでしょ楽しみではあるんですけれども、はい、すごく緊張感が流れる楽曲